防火管理者の証表紙防火管理者の証防火管理者は消防法に定める国家資格であり、その資格を有する者の内防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理、監督、統括できる地位にあるもので防火対象物の管理権限者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理、予防、消防活動を行う者を言う。 防火に関する知識、技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。防火管理者の資格条件は、消防法施行令により、下記の通り規定されている。そして、消防への届け出に際しては、資格証明を必要とする。資格講習及び効果測定試験で取得した場合、講師を取得したものは、おつし資格も含んでいるが、 おつししか取得していないものは新たに、講師防火管理者講習を受講し、効果測定試験に合格しなければ講師資格は保有できない。その他一部の元消防職員、団員や警察官など、一定の学識経験を有すると認められるものは、その証明書を添えて、最寄りの消防本部に申請すれば、各消防本部の審査によるが、 講習会の受講や試験を受けなくても講師及び、おツ子と同等の防火管理者であるとの資格を付与される。認定防火管理者は、厳密には、講師でも、おツ子でもなく、消防法施行規則第2条に規定されるその他の防火管理者資格となり、防火管理者として選任された時は管轄の消防本部によって、届出様式が異なる場合があるの確認が必要である。 また、認定防火管理者となる要件を満たしている者は、防火管理者資格を取得すること自体に、講習の受講は不要であるが、下記の講習防火管理者再講習の要件に合致する、防火対象物の防火管理者として選任されている場合は、選任日から5年以内ごとに再講習の受講が必要である。基本的な資格取得方法は、 資格講習の受講及び効果測定試験での合格である。都道府県知事、消防本部を設置する市町村の消防庁、あるいは政令における総務、大臣認定登録機関となっている法人が、取材する防火管理者講習を終了し、効果測定試験に合格する必要がある。講習で2日、オつしゅで1日の講習が通常である。内容については、 防火管理にかかる制度や資格制度、火器設備取扱い、消防設備、自衛消防、消防計画のほか、危険物、地震、津波、火山についてなど多岐にわたる。消防庁が行うもののほとんどは、講習、試験費用の全部、または一部を公費で賄っているため、無料ないし比較的安価に事項、受験できるが、その反面、 受講者を当該消防本部の管轄区域内に所在するあるいは新たに設置が決まっている防火対象物の防火管理者に選任される予定のものなどに限っていることが少なくないテキスト台は多くの自治体で受講者負担となっているが自治体により異なる唯一の登録講習機関となっている一般財団法人日本防火防災協会が行う講習試験は 全額受講者負担となり、講師8000円、おつし7000円。東京都をはじめ、消防庁が講習、試験を実施している地域では原則実施していない、中学校卒業以上で日本語を理解できるものであれば居住、勤務地に関係なく、誰でも受講、受験可能。上記に値する者が、防火管理者になる場合は、防火管理講習試験が免除される場合があるが、 防火管理講習修了証に変えて、在籍期間が発行したか、学歴証明書及び実務経験を有することの証明書が必要であり、専任届を提出する際に、その証明書で受理するか否かは自治体によって異なるので、消防本部等に事前確認が必要である。防火管理者となり専任届を提出する際、消防職員として採用されていた。 行政団体が発行した在籍証明書が必要となるが、自身が所属していた消防本部の管轄内であれば、在任記録の確認をもって証明書の添付に変えてもらえる場合もある。いずれの場合も受理するか否かは、自治体よって異なるので、消防本部に事前確認が必要である。いずれも、専任届を提出する際、防火管理講習終了証に変えて、 各在籍機関が発行した証明書が必要であり、受理するか否かは自治体よって異なるので、消防本部に事前確認が必要である。平成15年6月に消防法令が改正され、公私防火管理者として選任されているもののうち、一部の特定防火対象物の防火管理者に対して、5年ごとの最高収義務付けが、 平成18年4月1日より制度化された。これに先駆け、平成17年度より該当する防火管理者に対し再講習が実施されるようになった。再講習は、上記の資格取得方法と同じく、知事または消防庁、もしくは総務大臣登録講習機関が主催する防火管理者再講習を受講することで資格を継続取得できる。 講習内容は、防火管理庁の留意点や、過去5年内になされた防火管理に関わる、法改正の概要、火災事例の研究、検討等で、基本的に前回受講した、講習、再講習の主催者による再講習を受講する。受講時には、各種書類、現在保有する防火管理者資格免除を3ヶ月以内に撮影した顔写真が必要で、 最高収を終了すれば免状が再交付される。なお、主催する期間によって異なるが、免状の再交付手数料として、約300円から500円が必要となる場合がある。再交収は、対象となる建物の要件が基準以上であるかどうかで必要となるものであり、選任されている防火管理者が保有している資格が、どのような経緯で取得されたものであるかを基準としている。 ものではない。ただし、複合ビルや大型商業施設のように建物全体が要件に合致していてもテナント等の各部分が要件に合致していなければ、そのテナント等の防火管理者については最高収の義務対象とはならない。公主防火管理者の資格を持っているが、防火管理者として選任されていない、防火対象物の規模、経営状況などが変わり、要件に合わなくなった。 などという場合には、最高衆義務対象者ではなくなる。歌舞伎町ビル火災をはじめとする各地の雑居ビル火災で、多数の死傷者を出していることや東日本、大震災などで、高層ビルにおいて多くの人的、物的被害が発生したことから、平成24年法改正により、平成24年10月19日に、消防法の一部改正が告示され、 平成26年4月1日からの施行が決定された。改正前は雑居ビルなどに入居する各事業所、テナントごとに防火管理者が必要なだけであったが、今回の改正により各事業所、テナントの防火管理者とは別に統括防火管理者を置くことが義務付けられた。なお、 平成26年4月1日の施行日時点で、統括防火管理者の選任要件に該当している建物は、その施行日までに、選任届と消防計画を届け出なければならない。管理権限の分かれている、複合用途防火対象物において、各事業所、テナントの管理権限者は、協議によって、統括防火管理者を選任し、そのものに、 建物全体の防火管理業務を実施させるとともに、統括防火管理者の選任について管轄域の消防庁または消防署長に届け出なければならない。選任すべき統括防火管理者は防火管理者の資格を持つもので、なおかつ建物全体の防火管理を行う上で、必要となる権限や知識を有するものでなければならない。選任された統括防火管理者は、 各事業所、テナントの防火管理者と協力して、建物全体の消防計画を作成し、作成した消防計画の内容について管轄域の消防機関に届け出なければならない。なお、経過措置として、統括防火管理者の専任届は、平成25年4月1日から届け出可能で、建物全体の消防計画は、 平成26年4月1日の施行日に届出が受理されることを前提として施行日より前に届け出ることが可能となっている。建物内において管理権限が分かれている以下の防火対象者は統括防火管理者を選任しなければならない。統括防火管理者は建物全体の防火管理のため各事業所、テナントの防火管理者と協力、連携し、 消防計画に基づく避難、通報、消火訓練の実施や、避難時に支障がないよう建物共用部分の適切な施設管理などを行う。また、防火管理上問題のある各事業所、テナントの防火管理者に改善措置を指示する指示権を持ち、廊下や階段、非常口前などの共用部分に商品や機材を積み上げたり陳列している場合には、 その部分からの物品撤去を指示したり、消防訓練に参加していないものを参加するよう促したりできる。その他、建物全体の消防計画を作成するにあたり、各事業所、テナントの権限範囲をどこまでとするか、警備会社などに防火管理を委託する部分をどこまでとするかなどについて、各事業所、テナントごと定められている。 消防計画とも整合性を取りながら作成する。建築物所有者の代理人的性格を有し、以下の業務は義務である。消防計画の作成や提出、自衛消防隊の編成。消防訓練の企画、従業員の教育、管理、監督、統括、防災設備の点検等、防火的な作業を経営者や所有者に代わって行う、こと。 防火管理者の年齢に上限はないものの、福岡市整形外科院火災の病院の管理者は72歳と、高齢であったため消防署から管理者の変更を指導されていた。防火管理者の責任は重大である。防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに、火災等により死傷者が出た場合、管理責任者として責任を追求される。公主防火管理者になると、 防火管理技能講習及び防災管理講習の受講、受験資格を得る。さらに、講師防火管理者が防火管理技能講習を終了し効果測定に合格すると防火管理技能者となり、防災管理講習を終了すると防災管理者となることも可能となる。防火管理講習、防災管理講習を受けましょう。日本防火、防災協会、防火、 防災管理再高衆。東京消防庁。2014年9月1日閲覧。消防法施行規則。第2条の2、第2条の2の2、第2条の3。読売新聞2011年4月11日13時4分。掲載公園時火災。ビル会社社長ら逮捕防火の不備放置で2012年3月6日12時42分。掲載14人死傷居酒屋火災。 ビル所有の社長ら逮捕2012年3月6日12時26分掲載、日本消防設備安全センター、自衛消防業務新規講習、東京消防庁、講習科目の一部免除について、公益財団法人東京防災救急協会。ありがとうございます。